皆さん、メリークリスマス。どうも、ハレルヤ看板娘のケイチンです。始まりました、 MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。今回はクリスマス特別編ということで、対戦してくれるのはこちらの方々です。はい、皆さんこんにちは、ハレルヤクロスのつぶらです。はい、皆さんこんにちは、ハレルヤクロスの井川義彦です。ハレルヤクロスの原根です。せーの、よろしくお願いします。はい。というわけでね、なんかこの大人数のコンバットは初めてらしいです。はい、そうですね、3人以上は今までどこでも借りたの、大体1対1だったと思いますね。そう、私めっちゃすごいフリースペースを持て余してたので、圧が超ギュウギュウになりながらこう向かわれてて、なんか緊張しますね。WMC 原田君こんな感じだった。え、対戦です。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 経験者がいた。なんか私結構プロソの方とはあんまり接点がなくって、ね、実はね、ね、井川さんとはこの間 ね、結構前に偶然ね、環境明治戦なかったのそうで、ね、実は対戦したこともあるんですけど、ね、お二方とは全然ないんで、はい、緊張しますね、プロの方。今日もよろしくお願いします。そんなわけで、人がいっぱいなのですが、今回の対戦は私 VS プロソの方々ということになります。プロソの1対1です。はい、プロスの皆さんと、スタンダード、モダン、レガシーを、ね、各1対1で対戦していきます。で、サイドなしで一本勝負になります。はい、はい、で、今回はクリスマスということで、視聴者の皆さんにも豪華プレゼントを用意しています。おお、そっから、はい、プレゼントはこちらです。はい、こちらの商品を私に負けたプロスの方に自腹で購入していただきます。え、耳が悪くなったかもしれない。まあ、効果ないですけど、でもね、プロスの方々なんでね、負けないでしょうね。僕らもね、ギリプロとしてまあまあまあやってるんでね。曲がりなりにもね、曲がりなりにも世界チャンピオンですね。やってるっちゃやってるんでね、負けられないですね、俺は。まあ、ただちょっとさっきも聞いたところによると、うん、なんかハンデになるものが、ハンデか、はい、なんか出てきた、これなんか、あ、なんかそれすごいのなんかに含まれてるとのこと。何枚かありますね、この6枚は、うん、俺たちの運命を左右するかもと。これなんかラッキーカードみたいなのがない。ないそれはちょっと基本的にはこう何かのマイナスが発生するという、まあ、なるほど。これをその試合前にシャッフルして引いてもらって、でその条件でキャラと対戦をする。やはりね、プロとして、うん、ハンデ？いや、まあ必要ですよね。うん、まあ視聴者のね、皆さんにね、もうプレゼントを届けたいので、私もね、ハンデカードでこううまくね、勝ちたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではスタンダード担当の方はこちら。はい、スタンダード担当のつぶらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、はい、ハンデカードを引いてもらいます。すごいのがあるらしいどうだろう、私もわかんないんですよ。これ同じやつ使い回されてる。あ、それは何か、引き損じゃない。さあ、だだん、こい、なんだ、なんだ、あなたの初期ライフは15人。あ、おいやいや、ケンチンさん、赤タンだと皆さん思ってるかもしれないけど、けど青白コン練習してるかもしれない。この日のために。赤タンだとしたらとんでもない。とんでもない。そんなわけないでしょ。じゃあ初期だけ15対20。じゃあアドバンテージゲージをもうずってさすがに。けどこんだけのダメージを受けたってことは先手は大事ですから。いや、まあ大事ですね。ごへんに。でもじゃあ魂の大卒これ大事だね。あー、すごい。よい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 よ。おー、すごい。いやー、はい、じゃあ取ってもらいます。はい、チェックします。おー、でかい。はい、15、はい、チェックします。そうね、空白の5点とちょっとアクションに乏しいですけど、まあまあ、けどそれ以外は文句なし。
まあ、お願いします。およいしょ、はい、キープします。で、先日はい、はい、お願いします。お願いします。で、終わりです。はい、プロストランドでエンドです。ああ、はい、いや、まあ、ティムールですね。それはティムールですね。で、うん、で、はい、まあゆっくりとね、まあ、でもそれで7枚で持ってるから、まあまあまあ2枚で終わります。はい、ボタンもらいます。ドロセットランドでエンドです。わかりますよ。わかりますか。じゃあ出して、はい、エネルギー4つになって満足します。で終わります。この3枚3枚でエネルギー1個と満足。エンドに。はい、エターンもらいます。ここですね。走らほしい、走ってほしい。セットランドで2点。14。あの途中地味に効いてる。そうだね、重い。なの今あれで6点選ばれてる。エンドです。いいね、マウント。いいハプが。終わりです。はい、エターンもらいます。アンタップアップキープ。ドロー。あ、得意。お、アンタップインだ。高校見るじゃん。セットランド。緊張していますね。緊張していますね。ちょっと、ジになるとね、そう、下の方が死も動かない。一番まで。はい、ほぼ1点。あ、1点入ります。あ、そうですね、1点入ります。私が入る。はい、19。ボーマと一緒になるから。で、コンバット。ボーマと一緒で、アタックで、はい、こちらの。はい。でプラマイゼロでスルーしていって、はい、13パーセント13。第2名、はい、3マナで初期ロン出してエンドです。エンドにチプレー。はい、おおお、はい、いいターン。あったかなんかさも当然のようにプレーしてるけど土地がね、アンタップインだった。確かにだいぶ違ったね。だいぶ違う。何点違うんだみたいな。はい、で、エネルギー3つ増えて終了です。はい、パンもらいます。ここら辺からパンタッパー付き。はい、ドロー。私もこっからがやっぱ強いんだ。あー、ちょっとそれ強いのなくなってきます。そうそうそう、それが強いのかな。何か4枚。いやマリガンした分でちょうどいい。まあこいつだけかな。うん、慎んで。どうぞ。はい、どうぞ。はい、はい、で、エンドです。まだ分かんないですね、なかなか。いいすごい顔でいいでしょ。おぉ、なんか書店になるのかな。あれ、あれ、あれは何をしてるの。これがプロの修行か。エネルギーが4つ増えて、対象のクリーチャーにその、コスト分か、コスト分のエネルギーを支払うと、そのコントロールを得ても良い。わぁ、ゼロ、ゼロ。やべぇ、やべぇ。なんでそんなカード入れてるんですか。はい、はい、3もあります。アンタッパッキー。ドロセットランドで12。ちょっと土地が多い。そうだ、いやそうなんですよね。これね、もう殴っていかないと厳しいかな。ドロしよう。で、で、結果はい、ダメージ解決もいい。で、きついなそれ。ケンジ君そんなに初手強かった。いや、たまったまどん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 消える。今初手にあるから、だって両方残ってますね。いや、持ってますね。いいですか。はい、どうぞ。これなんか嫌なやつ。スカーですね、間違いない。で、スワンドして攻撃変です。はい、どれでとったらね、敵対する。そうだよね。一緒に使うデッキなかなかないもんね。
ストーリー上も、ね、もともと声出来なかったの。スタッフでソッカーを出して、はい、はい、で、サンマライモン、はい、カッコ好き、サンマで安逸も出して、はい、はい、じゃあ、結構このロールにスタッフで、はい、走ったー、ヤバボーン、ヤンなんですね。見たことない。見たことない。一番余裕のドロー。なんと、ハレルヤで売ってる。売ってる。便利な。44と。こっちが横から。すごい。すごい。で、アッキリコイゾンビが1体なんで、1点ルーズとスライチ。やばいぞ。44。すごい。こんな商品が。で、こっちも。はい、あ、攻撃前に、はい、これはもう効く、あ、効くと、あ、キバッター赤いもの、はい、壊れました。全部どっちが6したの？6点、はい、9か9？ 1、6点、うん、違う、足すのができない。7で、ダイナミックフェーズにコイツを出して、エネルギーを入れて倒して終わります。はい。3枚ます。トントップ。バッキープ。ドロップ。うーん、じゃあ、で、トンコンを出して、エンドです。あ、1本。あ、1本。裏切りの範囲値ですか。はい、1点下で、ひどいカードですよ、ひどいカードですよ、本当にひどいカード、本当にエネルギー1つで攻撃する、はい、ロックするのは捨てポン捨て、はい、行きました、KO、 あー、なんという、あー、ちょっと序盤の動きが全てでしたね。そう、ワンタップインが全てです。着レイがなければね、フェロキドもフェロキドも、いやー、本当に一応次だったらまあそんな時間だよね。はい、続いてはモダンになります。モダン担当の方はこちら、はい、モダン担当の井川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではハンデカードを引いてください。何が出るかな。はい、じゃじゃん、じゃじゃん、お、何ですか。このゲームはケンチンさんの先行で開始される。ほ、最初のドローステップにカードを引くことができる。カードにそれ結構大きいよね、多分。はい、ダイソー振り込むさらできなかった。マリガンです。マリガンです。これちなみにケンチンさんマリガンした場合ってどうなんですか。まあドローができるだから、まあ、最初の8枚にやるとかじゃないんですか。6枚、あ、これぐらいにできればいい感じ、はい、で、スクライス、スクライス、はい、はい、ここでドロー、ドローが、はい、じゃあもしお願いします。ドローに先行ドロー、なんか見たことない。手が8枚ですか。僕6枚、はい、違うんですよ。切ります。ケイチさん結構大変ですから、うん、試合ごとにこう確かに、もう場所がいや本当にすごい、なんかね、レガシー始めたって言ってすぐこんな企画がもうどんどんグレードが上がっていく感じできる気が強くなる。じゃあ足ガイドだ、はい、18、これ埋まるの結構大きかったですけど、どうぞ、はい、ちょっと上乗っけるか悩ましい感じ。まあそうだね、手的に乗っけないとしょうがないですよね。そう、しょうがない。これは16の手川さんのモダン GP 帰りですからね。
バチバチの。バチバチの。このデッキ回すのはね、4週間ぶりぐらい。ちょっとね、お別れしてたんでね。まだ GP 中に初手が8倍の間に当たったことはないじゃん。そんならマジックやってた。20年ぐらいで働きたで、まず自分見ます。はい、白。うん。うん。ああ。だんだん決勝です。はい、これはコジリックの審問。相手の手札を見て、コスト3以下のカードを1枚捨てさせるです。手札多い。すげえ。すげえ。お化け。ごめんなさい。いやー。どうしよう。いやー、まあ、大陥落落とさざるを得ないけど11点14点死んでるまあでもやがるか痛めなのかもいや先手にしょうがないしょうがないここはしょうがない終わりです、はい、で、あそちらのアップキープにアンタップしてからアップキープにこのガラクタで1枚しますあ、はい、はい、どうぞはい、じゃあドローしますエモーやせっかくシャッフルしたのログビールパターンよっしゃあ、うん、これじゃないはい、13、うん、で、エンドです何のリマナーなんでしょうねわかりませんね手札だけで、火力だけで14点あったんですよねあ、ただこの後1枚ずつプレイしていくのであればまあまあターンがあるからちょっと2マナが多かったからそうそうこの後その感覚がかなり大事ということを全て計算に入れたらいいからなと言えば考えてないからねなかなか喋られない1は7は一応1残る計算かおっ計算を見出したあれ、あれはい、じゃあ7あ、タグモダイス忘れたたくさん持ってるのに1個でいいって言われたら誰もないですからたくさん買ったのに11か7かな今日あ、これで2点くらってあ、なるほどこっちから2点入ってで、7ですねはいで、これが今大きさが結構でかいピパックのインちゃんとソーサリーインスタントクリチャーランド67です67、OK です3もらいますアンタッパーとキープドロイラズマありましたありましたね。いや、ネズマボロスチャーム、ボロスチャーム。はい、キッチ。あ、はい。死刑戦。で、じゃあと、はい。まだ生きてはいる。これだとまだ生きてる。エンドです。よいしょ。コジックの質問。はい。さっきと同じ。さっきで、イナズマプレイヤーにして。4。で、手札に。どうかな4か4か4かじゃあまあボロスの前受けかな一応4点だからなライフ4の状況では4点火力を落とした方がいいと言われてライフ4に4点だからねいやもう1枚ですもう1枚なんとなんとここで99すごいすごいはいまあはい、もう役に立たないから、はい、ターンもらいますアンタップアップキープレプレイヤーにはい、1です12です12はい、12です動かしますじゃあプレイヤーに負けましたはいありがとうございますありがとうございますイエイ強いいや視聴者のためにまず一人犠牲者がいや、次も頑張ってください。いや、頑張ります。いや、次も頑張ってもらえれば。イカサキにはね、次頑張ってもらって。そう。自腹の人を増やさないとね。ハラネ君と折半できるように。企画歪んでる。はい、というわけで最後はレガシーになります。レガシー担当の方はこちら。はい、レガシー担当のハラネです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。では、はい、恐怖のハンデカード。いや逆に楽しみになってきた。何が出るんですかみたいな。はい。はい。あなたから5枚になる。おーい。初手5。初手5。
ね、ただし、ただし一応だけフリーマリガンかな。あ、優しい優しい。ショペコ。今回はサイコロが。そうね。振れますね。じゃあ私から。何くらい5手の方がいい？ 5! 5と S 字呪われていく。まあそらそら、はい、させていただきます、はい、よし、じゃあおっとっつって5枚で、はい、5枚チェックします。なかなか結構、ね、いいですね、かなりの上場の5枚やはりこのところにはこの程度のハンデではいるかったな。味しますでもな。味のするというぐらい来ましたね。私はこれでかつて負けたことがあるからマリガンしようかな。おじゃあ今度はどうですか。うん、キープします。はい、じゃあこちらがまず戦術しておくができるのかな。そうね、していない場合、はい、うん、はい、はい、はい、じゃあこちらこ、うん、まあ、まあそういう余裕ないな。7枚って6枚って上にしとる。じゃあ、うん、はい、よろしくお願いします。セットランドで切ります。はい、はい、まず19だな。まずとかないか、これ出がちそうなんですね。さっきまでモダン見てたから。どう上がっても一、はい、はい、はい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 、トップスピード、ほかほか、おお、まあ、まあ、とりあえず2点受けて18、はい、試案が見えました。はい、エンドです。はい、ドローします。久々すぎて定石を忘れた。どの順番で、まあ大体こっちやろ。2枚見ます。なるほど。そうかな、1枚下で1枚上で引きました。はい、白です。はい、もらいます。アンタップアップキープ、ドロー、うん、セットランド、はい、あ、ミスった。2点受けてしまうから。そうね、まあ、はい、はい、シアン、はい、続きます。決めてんのか、これ。切りました。あー、やべー、まさか。いやいやいや、まあ、あの、それはそれはあれですよ。いやー、いやもうでもね、マジックはこれだからいいですよ。こんなに、こんなことで簡単にミスる。ちょっとね、ありがとうございます。お、お、違う、違った、違うんですよ。はいはいはい、3年最近1年、まあ結構きつい。まあ、あいつに比べたら、そう、まあそう、知ってますね。あいつもしかしたら、はい、と、まあ、そう思っておきます。はい、切れてないよね。あれ狙おう、これは、うん、両方下に回してカードを、なるほど、違う。もう間違いなくて、シアンは見えたやつ、はい、1枚、3枚、おこれはこうかな、これはね、こうでっていう感じになるか、うん、うん、それでいこう。はい、で、はい、1枚で押します。起き忘れた。大陥落出されたね、マジやばい。これは何のカードですか。これ0マナで場に出すことができて、うんうん、で、タップすると1マナ好きな色出せるんですけど、その代わりなくなっちゃうんですよ。あ、はい、だから一度限りの土地を。ああ、なるほど。はい、気出してなかったらやばい。大陥落出しました、欲しかった。いやー、欲しかったですね。アタップキープでプレイヤーに判定。はい、13です。13で、ドローします。はい、まあ、こんなとはアタック、はい、見せる。11です。11で、それをこっ
それでこうして2個ですね。そうですね、2枚取りで、と2点、はい、政治教育をプレイします。ないです。ない、なんで両方ブリゼルさっき見したやつ、うん、8マナ7マナの冠婚と飛行を持っていて、うん、で7点ライフを払うと7枚ドローできるんですけど、うん、今6なので、はい、あんまり関係ないです、はい、どうぞ。はい、頑張ります。またアップキープのドロー、あの伝説のカードがあれば足りるかもしれない。そう、あれとあれがあれば、あれがあればもう結構足りる。こっちにあれがあるよう、ね、にあっちにもあれがあるそう、勝負どころでチームメイトとして、いや頑張ってほしいですね。いやもう今すぐ応援しに行ってるしか。あっ、おっ、3点は3点は今6点はね6で3点でしょ。でもう5まで確定してるから、打つしかないか、打ちましょう。武士の力を発動して青いカードを追放することによって、ゼロで、ただし1点払わなきゃいけないので、今これは5になります。はい、払わなきゃいけないことはなし。なし。6、これで3になります。3になったとなりますからの、いやいやいや、はい、あれはなれないないんですよ。 あれが欲しい、はい、あれがあれば、あれが欲しい。じゃあ私は上はカメラかなとりあえず攻撃します。で7点、はい、でこちらが10になりまして、はい、そちら11、何もできない。頑張ります。頑張った。10。レダーも呪文確定してるから。おお。1、2、3、4、5。1かし。でもまだ2枚ないとなんです。ただ1引かれても大体負け。本人はそうですね。あ。例えば2回誘発して1回目。ね、5点くらいで残り5点が止まる。2は9。おちょっと前進してる。2は9は出た。次のターン引けば3で組まれてる。まあ、おこちら9のこちら4。9そういうのはあったかな。いや、さすがに僕の知ってるカードはそんなカード。終わり。結構何引いても足りる。大体伝説のカードが引ければ 1,2,3,4 6点確定。6点あるから1回目え、それは入ってるよ。おって5です。おあー3あーあーからの、ギリギリ、いやー危なかった。いや、こちらがようこそ。はい、というわけで今回、私が2勝できたので2人から自腹でプレゼントがあります。ドン。はい、僕たちね、ケイジンさんに見事敗れました。まあ、こんなことまさるやらしい。僕は足りなかったから。はい、まあ今ね、絶賛好評発売中のアンステーブルのボックス、これを1名様に、プレゼントしますので、ぜひご応募ください。はい、お待ちしております。はい、よろしくお願いします。12月23日土曜日、そして12月24日日曜日の2日間は、うん、ザ・ラストサン2017が開催されます。わー。解説が、はい、僕と、もう一人スペシャルゲストが
お越しくださるということで、そちらの方もぜひお楽しみに。いつも通りですね、YouTube ライブの方で実況解説の生放送やりますので、2日間ぜひご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今回はここまでになります。皆さんメリークリスマス、ありがとうございました。ありがとうございました。メリークリスマス。